どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。なんと私今超危険な動物園に閉じ込められてしまいました。ということでね、今回は動物園から脱出していきたいと思います。危険とは言うけど、このパンダめっちゃ可愛くない？このパンダさん可愛いなって思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速レッツゴー。さあやっていきましょうか。こんにちは。危険な動物たちが脱走しました。早くこの動物園から脱出してください。それは大変だ。この割れた窓を入っていけばいいのかな。登れそうだね。ここ言うて動物たちいないけどね。ステージ2に上がりました。赤い矢印に従ってください。嫌だねーったら嫌だねー、こっち行っちゃうもんねーだ。これ多分どっちから行ってもいいんだろうね。サメに気をつけながら水族館を通ってね。めっちゃ笑顔やん。余裕だなこの子。うわーすごーい。なんかピンクのタコみたいないるんだけど、頭でかこれも触れちゃいけないんだよねきっと。あ、よし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 。感覚狭くないか。あー危ないよー。いた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 。めっちゃマヌケな顔してるんだけど、一歩も動かないし。うわーサメだ。え待って、え怖い。あいる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 。待って待って、私ねサメ結構怖い。てか結構どころかかなり苦手なんですよ。てかなんか割れてね、え割れてね。待ってマジ怖いんだけど。えこれ何、この人手の上を渡っていくのかな。はい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 。お宝箱ある、お宝箱ある。いやお宝箱あるけど、ちょっとサメ怖い。無理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 。やばー、お何泳ぐの。え50コインでサメをペットにできる。めっちゃ怖いんだけどこのサメ。えでもなんかさ、味方にしたくない。味方にしたらもしかしてさ戦ってくれるとかあるかな。よし勝ったぞ。はい、おー来た。あ意外とちっちゃい。あ怖いけど、まあもうやっぱサメって怖いね。まあ、いや遠くから見れば大丈夫かな。怖い怖い怖い。タコさんこんにちは。これサメに当たっちゃいけないってことだよね。怖い怖い、マジで怖い。無理、私だったら考えらんない。サメが泳いでるところ泳ぐなんて絶対無理だよ。よしよしよし。なんか宝箱あるよ、開けられるこれ。お、あなんか瞬間移動した。これ海藻は当たっちゃダメなのに。毒でもあるんかこの海藻。さあこれ宝箱のところ行ったら、うわ外に出された。行って、お打ち上がってきて打ち上がってきて。木を登ればパンダの飼育小屋から出られますよ。木っていうのはこれかな。おいしょ、ほい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 。ねえかわいい、パンダか。もう待って、何この上目遣い。完全に私のこと落としに来てるよね。あーなんかここちょっと難しくないか。はい、これ飛べる。あ、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。さあ今度どこだ、今度誰がいるのかな。これ楽しいな、動物園に来てる気分。シンプルにね。バリの上をジャンプしてください。おい笑顔で言うな。笑顔でなんちゅうこと言ってんの。え待って、おい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 、じゃあお前ちこ怖っ。じゃあ行きますよ。おいしょ、ごめんね頭踏んじゃうけど。おい、うわなんかゴツゴツしてそう。怖くない、こんな動物園。嫌なんだけどマジで。さっき楽しいとか言ったけど、さすがにワニの上は渡りたくないわ。おいしょ。いやでもね、次どんな動物がいるんだろうっていうのが楽しみではあるんだよね。うわ、なんなのこれ、洞窟かな。さあ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 、あコウモリだ、かわいい。何何なのここの動物園さ、妙にリアルな動物と可愛い動物が分かれてんだけど。サメさんちゃんとついてこれてるかな。そうだ名前つけよう。君の名前はシャークネス太郎だ。よし行こう。多分ね名前とかつけちゃえば愛着湧くから待って。水の中行くんすか、無理なんだけど。待って怖い、マジで怖い。やだもう怖いよ。結構綺麗、お水綺麗。さあ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 、おっとラッコかな。水があるってことはラッコっぽいよね。いろんな動物がいるんだね。ペンギン、わあまた上目遣いして、ちゃんと綺麗にキーッつってしてる。めっちゃ可愛い。水中洞窟があります、クラゲに気をつけて泳いでください。また水か。おいちょ待って待って待って、水中ってさ、この氷の中の水、死ぬぞ死ぬ死ぬ耐えられんよこんな寒い場所。怖いんだけど。でもちょっとその前にさ、泳いでくその前にさ、かわいいね君たち、アザラシ家族かな、かわいい。ね待って寒いってここ、凍る凍る。ねでも綺麗だね、めっちゃ綺麗やない、神秘的だね。結構あの水族館でクラゲ見るのは好きだね。触ってみちゃおうかな。シャークネス太郎触ってみていい。いいよ。オッケー、ブギャ、行って。緑のクラゲさん、さようなら。おい
こんにちは。なんかあれ、なんかさっきいたペンギンさんたちよりリアルなんだけど。で、これは、あ、こうっていた、え、聞いてないよー。なるほど。この雪の上を渡っていくんだね。氷の上はなぜか死んでしまう。あー、白熊さん、白熊さんおる。え、ここなんか大集結してない？雪の動物たちが。キャワイ、キャワイ。いった、いって、いった。え、どういうこと？このペンギンに触れたら死ぬ。うわ、なんかこれだ。いけるか。うぅ、なんかいけた。むずー。え、急にむずー。ここのゴリラ凶暴だから気をつけてね。うほ、うほ、うほ。え、どこゴリラ？え、追いかけてくるとかもしかして。いなくない？いないやん。大滝出る来てる。移動の仕方大丈夫かちょっと待って、ごめん、なんかごめん、一匹倒れてるけど、一匹ひっくり返ってくる。ケンちゃな、ケンちゃな。やばいやばい、危なっ。うほ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 う。一旦ここで鳥の落ちかカフェで休憩しませんか？あっちがバードハウスって書いてあるね。鳥の落ちか。なるほど。え、じゃあ先にカフェ行こうかな。よいしょ。はいはいはい、ちょ、待って、ゴリラいるけど。どういうこと？どういうこと？え、触っていいの？これは。失礼します。うっ、あ、大丈夫だ。分かり合える、このゴリラ。乗れるし。いてぇ！裏切ったな！まったくさっきは裏切りやがって。あの、特に動かないからね。美味しそうなドーナツ！ご注文はお決まりですか？ははは！待って！ゴリラが店員だろ！なんだよ、これゴリラカフェなんかい！じゃあ、うほ、やばいやばい、ここにいると私までゴリラになってまう。じゃあね、鳥さんのお家、バードハウス行っていきましょう。鳥のお家へようこそ。雲に登っていきましょう。かわいい。なんかこのツイッターの鳥が可愛くなった版みたいな。さあ、じゃあこれ雲の上渡っていきますか。にしてもシャークネス、シャークネス太郎もすごいよ。地上どころか空中までも移動できるんだね。あ、なんだ、カバの生息地へようこそ。生き延びたければ走った方がいいかもですよ。うん、どういうことだい？なに？うわー、なんかよーっと、うおー、いってー、行きます。次こそ全体成功させます。ポンポコポン。ストップ、一回止まろう。このまま斜めにジャーン。結構長いな、このコース。一回止まろう。行くよ。ポーン、どこどこポーン、どこ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 ポーン、どこどこポーン、どこどこポーン、どこポーン、どこどこポーン、どこどこポーン、よーし、多いな。ここにいるトラはお腹を空かせています。何が言いたいか分かりますよね。めっちゃ怖いこと言うやん、めっちゃ怖いこと言いますやん。また逃げるんすか？え、あかんでしょ、これはさすがに。ねえ、どう思う、シャークネス太郎。シャークネス太郎、ここはさすがにあかんと思いませんか？思いますよね。そうですよ、行きますよ。来てる来てる来てる、列百科が来てる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 、怖い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 、ジャンプ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 、残りが残り残り残り、オーケー、余裕だぜ余裕だぜベイベー。もう嫌な予感する。ヘビに気をつけてください。え、ちょ、ヘビも無理なんだけど。もういいよ、ヘビってなんでこんな気持ち悪い動きするんですか？やめてください、やめてください、本当に。ちょっとここへ、もうここへ、やばい、シンプル叫び声が出てしまう。慎重に行くよ。ガチでオペラ歌手いるんよ。音楽の先生にでもなろうかしら。今行くしか北斎、今行くしか北斎。え、もうポキ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 。あ、これでいいのか。なるほど。おー、結構操作むずいぞ。え、待って。滝には気をつけて言ってましたけど、これ滝じゃん。これ滝よな。このまま落ちて大丈夫そうでした。行きますよ、行きますよ、バー！おー、もう重い岸ボートに水入ってると思うけどね。わ、絶景やな。はい、いい景色。シンプルにいい景色なんだけど。さあ。氷の上は滑りやすいから気をつけてね。おーい。そんな滑んないけど。え、全然滑んないですけど。ペンギンさん、あー、うわ、びっくりした。急に滑りやがったな。この野郎。なるほど。スピードゲーですね。危ない、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 
ゴール。これね、隙間が狭いから結構難しいよね。横目線で行こう。おいしょ、おいしょ、おいしょ。おい、でも最後の最後で痛いじゃないか。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン。オッケー。セキュリティルームでボタンを見つけて緊急脱出してください。お、ついに脱出か。うわ、めっちゃセキュリティ。待って、シャークネスいないんだけど。ねえ、シャークネス？おいしょ。ちょ、待って。一回死んでいい？一回死んで、スポーンシャーク。よいしょ。あれ？シャークネスがいない。嘘。最初は確かに怖かったけど、もう愛着湧いちゃってるよ、とっくに。シャークネス。シャークネス？嘘でしょ？最後の最後まで会えないの？ボタン、ボタン。ボタン、あ、通気口があるから、ここを通ればいいのかな？はい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 。さあ、この中を通って、ボタンを探すんだね。お、誰か寝てる。おーい、サボるな、セキュリティ係さん。え、脱出したんか。でも、出られるけどさ、シャークネスは？シャークネス、脱出、するの？バイバイ、シャークネス。はい、ということで無事に動物園から脱出することができましたってか思ったけどさ。はい、これ、どうやって出んの？おーい。どうやってお家に帰るのかな？あれ、これ、脱出できてなくない？はい、ということで今日の動画は以上です。少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。落ちたまん。